大谷にエンゼルスから出て行ってほしくないやつ。わいや。大谷が大正義球団行って活躍するのはなんか違うわ。一番誰よりも思ってそうなのはトラウトだよね。候補に上がってる球団やったら、ワイもエンゼルスいてほしいわ。スポーツ選手で最高額の契約は見てみたい。いや、エンゼルスはもうええわ、不人気だし。大谷がドジャースとか、ヤンキースを行ってエンゼルス倒しても、何も面白くない。まあ出て行っても、盛り上がるのは最初だけやろな。やっぱ見たいのは、トラウダニでエンゼルス優勝よ。5年もいれば、さすがに見てる側も、エンゼルスに愛着湧くからな。出て行ってええやろ、こんな負け方するような、球団に未来はない。とにもかくにも、プレイオフ出てほしいそれだけや。ドラゴンズ行きが、一番面白いけどな。むしろ中日来てくれや、3年10億までなら出すで。ワイもチーム変えるやつは、裏切り者の精神が根付いてるからな、完璧な大谷様は、そういう卑怯者になってほしくないわ。